下げます。センターバック谷口からふわりと長いボールです。おっとゴールキーパーが無人になってしまった。流し込む、シュート決まった。スルクラロ1点を返しました。園田、うん、痛そうな林、ゴールが結果として無人になりました。アスルクラロ沼津1点を返しました。2対1。今のボールです。青木がヘディングで落としたところ、キーパーが出て、その無人のゴールに園田が流し込んでいきました。園田のゴール、今シーズン13得点。